新徳賞は、中華民国空軍の軍人。字は昭越。現在の復讐士、倉山区縄文鎮出身。復讐映画書院及び、共和大学を経て、1913年7月、遠大海軍学校発起菓子班卒業。同期には、中山艦艦長として壮絶な最後を遂げた、摩諸都市がいる。1917年3月、南苑航空学校。 第2期卒業。1920年、北京航空事務所の主催で、小王子、高光英、両伊佐尾栄らと共に、イギリスに留学。1921年6月、海軍部の主催で、小期と共に、アメリカに留学。1922年、固定航空隊航空練習班共官研主任。23年冬、航空練習班は、 補定航空協連所となり、教育長。1924年3月19日、公平条九1924年4月、補定航空協連所所長。1924年9月、中央航空司令部航空第二大隊長。第二次、笹口じ戦争に参加。10月、補定航空協連所は、孫だ率いる国民軍第三軍に接収され。 保定航空学校に解消。また、1925年1月に国民第三軍航空司令就任。1925年12月6日、陸軍少将。国民革命軍航空どころに加入し、1927年4月にショートール、章通る、厚生派とともに、中央軍事政治学校航空、光る備委員。同年10月1日。 国民革命軍海軍航空所所長。軍事委員会軍政長航空所引港省九1929年9月、上海海軍総司令部引、所所長。9月18日、中華航空共振、第2回全国代表大会観察委員。11月、航空所飛行訓練班教官。海軍航空省長、飛行行進委員会主任委員。 軍政部航空所軍務所長を歴任。1934年5月、南省にて航空委員会が設立されると第一所所長。1935年9月4日、空軍上校。1936年1月、航空委員会は南京に移住。1月14日、航空気象委員会第一所所長。日中戦争勃発後の8月。 南京第一空軍区司令。ただしこの時、陳は、王宿命、当飛子広と共に戦闘機200機、爆撃機100機の購入交渉のためソ連に赴いており、その間は職務を竜巻軍に代行させていたものと思われる。12月の南京陥落後、第一空軍区司令部は、蘭州に移る。1939年1月、航空委員会訓練総監部総監。 1940年5月25日、空軍少将。1941年3月26日、航空委員会副主任。1943年、回路会談に中国空軍代表として参加。1945年2月、退役し、中国航空講師総経理。同年8月、国際民航機臨時理事会議出席。 1947年5月、中国航空公司航空顧問。国境内戦後、中国航空は香港に拠点を置く。1949年11月9日、中国航空のパイロットらが中京に転じた旅行事件が起こり、11月15日、総経理に復帰。しかし、中国航空は解散が決まり、香港にて生産事務を行う。 1950年3月、香港にて1年ほど宝石店を経営し、台湾に渡った。ありがとうございます。